じの国に。実は先日韓国行ってきました。はい、ちょっとうちの嫁マークのある意味記念もあったんで、今回ちょっと贅沢して韓国行ってきました。その様子はまた別の動画でお話ししたいんですけど、あの例のウイルス5類になってから旅行される方も多くなったんじゃないでしょうか。で、そんな中韓国へ行かれる方、渡韓される方に共有したいのがこれ、韓国で使える5日間データ、音声通話もついている 10GB の SIM、 これなんすよ。お値段なんと980円、2つ以上購入すると 7% の割引もついてました。で、正直ぶっちゃけ僕はこういった海外で使う SIM あまり詳しくないです。最悪行って使えなかったら現地調達しようと思っていたんですけど、めっちゃ簡単に快適に使えたんで、そのお話少ししておきたいと思います。で、今回購入したこの SIM、 実は昨年も一度韓国に行っていて、その時の SIM もご紹介したんですけど、それより断然こっちの方が簡単でデータ通信量も多くてお得じゃないかと思いました。はい、これ韓国5日間通話データ通信カード、 10GB のデータと20分の通話がついてます。はい、でもちろん最近こういったSIM、 eSIM のものも出ていて、そっちの方がお手軽で簡単、そう感じる方もいらっしゃるかと思います。各言う僕も持ってったスマホシングルSIMなんで、いちいちSIMトレー開けて元に入っていたSIMを抜いてこのSIMを挿して使ったんで、少なくとも韓国にいる間、僕の日本で使っているメインSIMの電話番号、これは繋がらなくなりました。ただデータ通信はできるんで、もちろん LINE は使えたし、普通にインターネットできたんで、まあなんせこれ1枚980円なんでめっちゃ安いですよね。このあたり現地調達しても、日本で他のサービスを探しても2000、3000とかかるサービス結構ゴロゴロあるんじゃないかと思います。その点これめっちゃ簡単でお得でした。で、今お話しした通り、このSIMカード、これを差し替えるだけ。前のSIMでは前もってアクティベーションとかあったんですけど、特にこれは何もなく、SIM を挿してデータローミングオン、 APN 設定もなし、簡単に繋がって韓国で通信を始めると、すぐに SMS が届いて、そこにこの現地で20分間使える電話番号、これが送られてきました。はい、もうほんとめっちゃ簡単で、現地で撮ったスピードテスト結果がドーン。はい、こんな感じ。いや、結構早いっすよね。で、しかもこれ 5G に繋がってました。もう一個見てみても、はい、こんな感じ。ほぼほぼというか全くストレスなく快適に使うことができました。で、向こうでの災害メッセージ、こういったものもちゃんと送信されてきたんで、普通に快適に使うことができました。なんでこれ一部の Android スマホ、 APN 設定やそのあたり必要になる可能性ありますけど、少なくともうちはオッポリノ10プロ 5G、 そしてレッドミーノート13プロ 5G、 両方ともデータローミングをオンするだけ、 SIM を挿すだけで使えました。はい、でこれうちは2枚買ったんで 7% オフ、ほんと結構安く買えたんじゃないかと思います。よかったら渡韓される方、ご参考になさってみてください。今回ご紹介したこの SIM カード、 Amazon で前もって買えるんで、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。ではまた次回。